それではゲストにお話を伺います。この時間はマネックス証券の吉田久志さんです。吉田さん、こんばんは。はい、こんばんは。はい、よろしくお願いいたします。はい、さあ、今日のテーマですけれども、金利上昇イコール、ドル全面高終わり、ドル円とユーロドルで検証ということでお話をいただきます。さあ、そして吉田さん、今日発表になったユーキャンの新語・流行語大賞の、トップ10の中にですね、悪い円安、この言葉が入ってきているんですが、吉田さんはどうご覧になってますでしょうか。悪い円安っていうのが、かなりやっぱりこうメディアが作ったことがあるんじゃないかなという気がしてまして、はい、こういう例えでお分かりいただけるかどうか分からないですけども、円安がこうずっと150円まで続く中では、本当に毎日のようにあれなんですね、メディア取材ってあるんですよ、うん、ところが最近のようにこう円高に戻してくるとあったりなくなるんですね、はい、だからなんかやっぱり円安ってどうしてこんなに円安になってるんでしょうかね、このままもっともっと広がるんでしょうかねっていうのをすごくやっぱりメディアが聞きたかったっていう風な印象が取材を受ける側としてあってですね、でだからこうやって別に何もしてないのに日銀金融緩和を変えたわけでもなんでもないですし、アメリカだって別に利上げをやめたわけでもないんですけども、こうやって依然とドル安円高に戻してくるとあったり取材がなくなるっていうのはなんかメディアの影響もかなりあったんじゃないかなって、うまく伝わったかどうか分かんないですけど、そんな印象もあったんですね。吉田さん、渡辺です。まあ僕も新聞社出身の人間ですけど、メディアなんぞそんなもんであります騒ぐとき騒いで、なんかちょっとなんかするとスーッといなくなる、すいません、それはさておき、ちょっと今おっしゃられたように、その悪い円安が流行語とか言われる中で、今ちょっと円高方面に触れてましてですね、まあパウエル講演後なんですけど、136円を割り込むんじゃないかみたいな世界でありますが、このあたりどうご覧になられてますか。はい、大きな理由ってやっぱり大きな要因ってポジション調整なんだろうなと、はい、で今お話したみたいにやっぱり今年って悪い円安って言われるくらい、その記録的な一時150円を超えるまで記録的なドル高円安が進む中で、相当やっぱりドル買い円売りポジションって、ドル買い円売りっていうのは今年一番儲かった取引の一つっていうふうな言われ方もあるじゃないですか、はい、うん、ですから相当ドル買いポジションがあって、そのポジション調整が入っていると、うん、いうことはもうすべてで、だから昨日のパウエル発言はあくまでも一つのきっかけに過ぎなくて、でもう一つやっぱり重要なのは先月11月も11月10日の CPI を発表きっかけにしてすごくドル安円高進んだじゃないですか、はい、あの時はその構図が似てるなと思うのは、はい、極めてテクニカルな要因で、今これ日足のチャートをご覧いただいて、日足ですね、はい、日足です。で11月10日の時にもその前まで10月21日に介入するんですね、はい、介入した後ってここでお分かりの通り145円150円のところを、まあ、20日ぐらいちょっと揉むわけです、はい、で CPI の発表をきっかけに少し金利下がるとドルも下がって、はい、この145円を下回るっていうのはまさにドルが持ち合いを下っ離れるわけです、ね、うん、はい、で持ち合い下っ離れるっていうのはやっぱりドル安が加速しする要因になるわけですから、はいはい、でどん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 広がっていったと、うん、でそこにさっきお話したみたいにドル買いポジションがすごくあるので、うん、例年やっぱり11月から年末にかけては特にやっぱり日本の投資家の場合はその確定申告なんかもあるので、はい、ポジションを手締まうと、どこでドル売ろうかなと思ってたところに見る見るドルが下がっていくとですね、はい、やっぱり早く売らなきゃなんないなというところでドル売りが広がって、うん、ドル安が加速したというところがあったと思うけれども、はい、うん、今回も結構似てて、はい、昨日のパウエル発言の前までって137円 の、まあ、うん、後半のところが、はい、サポートされてて、はい、でまあ上がってもなかなか140円を超えられないみたいな感じで、うん、結構やっぱりこの2週間以上揉み合いがついてるわけですよね、はい、で今週なんかは面白いなと思ったのは月曜日も火曜日もすごいプライスアクションを抜けて、はい、東京からヨーロッパの時間にかけて何度もやっぱりショートを振るわけですよ、はい、
で137円まで下がるけれども、うん、下がりきらずにショートカバーが入ってニューヨークで上がるみたいな、はい、それを繰り返してきたんですけれども、あのなかなかこれあのそのあのブレイクできなかった137円の、うん、あの半ばというところをパウエル発言をきっかけに金利が下がったことを受けて、うん、あのこれまたドル下っ離れになって、はい、そうするとドル安が加速して、あのまだやっぱりドル買いポジションを持っている人多いと思いますので、ええ、そうすると慌てて損切りにならないうちにやっぱりドルを売らなきゃならないなという感じになったので、あのドル安が加速したと、うん、あのドル円だけじゃなくて、あの株なんかも、あの株も債券も今年のトレンドと逆方向に動いたっていうのが今回の金の強化の特徴だったので、はいはい、あのそういうあのパウエル発言の影響というよりも、あのそういうポジション調整の影響というところがやっぱり大きかったんじゃないかなという具合に思いますけどね。で、ちょっと そのあたり、確かにこのドル円のドル円とですね、アメリカの2年債利回りを見ましても、2年債利回りそんなに下がってないのにドル円だけこう下がってるというのは、やっぱりそのポジション調整的な動きというのを示してるんでしょうかね。そう思いますね、うん、あのだから、11月以降の動きっていうのはある意味その理屈抜きの、理屈全然関係ない、はい、あのそのまあ、あのパワーゲームみたいな、うん、はい、あの感じになってて、でおそらく僕の感覚からすると、あのそのドルロングを、ね、うん、投げさせようと、うん、ドル買いポジション その手締まりのドル売りを出させようと思って、そっちの方にあのボラティリティがすごくあると思うので、ええ、だからあの投機筋としてはドルショートを仕掛ける、うん、でなんとあのそのサポートが切れるとあのドル安が加速すると、その際にはもうあまり君だとかあのファンダメンタルズだとかあのそういうのは関係ないような状況があの今展開してて、でそれってあのいつまでも続くわけじゃなくて、はい、年内続くし、年内って言ってもあのイベントがあるのっていうのはそれこそあの来週にかけての、ね、はい、CPI とか FMC だとか、はい、あのそういったところまでがやっぱりあの一つの山場合なんじゃないかなと思いますよね。で、この、まあ、年末にかけてポジションが調整されるというのはこのあたりもあるのかもしれない。これあの IMM の、投機筋ポジションですけど、去年も今年も年末にかけてこの円売りが解消されていってるって見ればいいんですよね。そうですね、このグラフ棒グラフ上がドル買い円売りなんですね、はい、でこれ見るとあの最近の場合は10月28日がピークじゃないですか、はい、で今年に入ってからの、まあ、ドル買い円売りのピークに近いところまであのドル買いポジションを拡大していたのがお分かりいただけますよね、はい、でそれが最近にかけてこう縮小していると、うん、でちなみに去年の場合も、はい、去年2021年は11月5日ですから、それ11月の初めがピークなわけですよね、はい、でその後こうどん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 縮小している。で面白いのは、面白いと思うかどうか分かんないですけれども、はい、あの今年の場合は、まあ、まさに11月に入ってからドル安が加速しているので、はい、だからあのドル買いポジションもこうあのその減ってきているというのは、まあ、相場に合わせてとていうところもあるのかもしれませんけれども、あの去年の場合ってあの11月も12月もドルはむしろその底堅くというか、はい、若干上がり気味についてするわけですよ、はい、ドルが上がっててもドル買いポジションを縮小させてるっていうのは、うん、おそらく、まあ、あまり関係なく年末にかけてはドル買いポジションを手締まって利益を得するっていう、うん、あの傾向があることを示してると思うんです。そういうことですね、はい、でそれが今年の場合はドル安が加速しているから一段とこう広がるみたいな感じで、そんなところだと思いますし、昨日って、まあ、パウエルあの議長の発言が注目されましたけれども、昨日ですが11月の30日ですよね、はい、1年前の11月30日ってパウエルさんはどんな発言したか分かりますか。インフレはもはや一時的ではないでしたっけ。違いました。そうでしたよね。トランジトリーを否定したみたいな、なんかありましたね、そんな、はい、
あれが全く11月30日に外れてそうでしたか、はい、だからそれはまさにあのパウエルが高になった日だったわけです。高になった日、はい、で今年 の, あの11月30日はパウエルは鳩に戻った日みたいな。なるほど、はい、ですからそれはまあおそらくあれだけ の, あ の, その要人ですから、はい、あのアニバーサリーの意識っていうのはあるはずなわけですよ、はい、うん、自分があの1年前の11月30日にどんな発言をしてどういう影響をもたらしたか、うん、そうですね、うん、だから今回も不用意な発言だとかあのマーケットにその資金ね、あの解釈されたっていうことだけじゃなくて、うん、なんかある程度あの意識があった、うん、なるほど、全般的に見ると僕はあまり普段言ってることと変わらないなと思ってそんな気がしますけどね、はいはい、うん、結果的にはあのパウエルが鳩に戻った日に、うん、あのなりましたもんね、はい、ちょっと今後の展望なんですが、ちょっと金利それからドル円とユーロドル比べる形でお話を伺えればと思います。まずこれドル円なんですけども、120日ムービングアベレージというのを引いていただいてますが、ここから何が読み取れますか。そうですね、あのこうやってなんか140円大きく割って足元こう135円までドル安になってきてるっていうのは結構あのドル高円安トレンドの転換という意味ではテクニカルにはあの重要な動きでありまして、で今ご覧いただいている通りあのドル円というのは去年の2021年の1月の102円から、はい、あの今年の10月の150円を超えるまでドル高円安トレンドがついてきたわけですけれども、はい、このドル上昇トレンドは赤の折れ線グラフ100日日線にずっと基本的にサポートされてきているわけですよ、はい、一時的にドルが下がっても100日日線は割れないという状況がついてきたわけですけれども、はい、ところがその120日線が足元140円なので、はい、うん、今みたいにこうやって135円までドルが下がってきているというのはドル上昇トレンドが展開してきている 中ではあのなかった現象ということになるわけですよね、はい、ですからまあ普通に考えたらあのドル高トレンドが終わってあのドル安トレンドに転換あのし始めている、うん、あの可能性を示すような動きになってきていると、はい、まあ、だからこ そ, あのそのドルオンを投げさせようと思う、うん、あのドルショート の,、ね、うん、あの動きというのもあのこういうテクニカルなちょうど少年あのその分岐点みたいなところに来ているから激しくなっているというのはあるんでしょうけどね、うん、これあのユーロドルで120日線を引いていただくと、これは120日線を上にブレイクしたってことですね。そうですね、ユーロドルは、まあ、ドル円とは逆になるものですから、はい、だからさっきお話したみたいにドル円の場合は120日線がずっとサポートだったわけですね、ええ、でユーロドルの場合はあのレジスタンスだったわけですね、はい、ユーロドルもドル円と同じように2021年の1月の 1.23 ドルからこうやってずっとあのユーロ安ドル高トレンドが続いてきて、うん、はい、で例 の, あの1ユーロ1ドルっていうパリティを割れたのっていうのは2002年以来ですから20年ぶりということですから、こっちの方もまあ歴史的なユーロ安ドル高が展開したということなんですけれども、はい、その中で一時的にユーロ反発してもこれでご覧いただいてお分かりの通り120日線には基本的にこう上値を抑えられたからですよ、はい、ですよね、ところがそんな120日線が足元であのまさに1ユーロ1ドルってパリティなわけですから、はいはい、こっちの方はもうあのドル円に先んじて明確にこうそのあのユーロが上抜け始めていたと、うんうん、いうことですから、まああの対円に先駆けて対ユーロではあのこういう120日線との関係で見るとあのいち早くそのユーロあのドル高トレンドの転換の可能性がね、うん、あの出てきているというのが120日線との関係で見ると、はい、とても分かりやすいですよね。で、こちらですね、今度は52週なので、まあ、およそ1年平均線ですね。こちらとの関係で見るとまだユーロドルとしては1年線にはタッチしていないという感じですね。そうですね、僕今回は120日線というあの1ヶ月って大体21とか22営業日あるじゃないですか、はい、ですから120営業日っていうと大体半年なんですよ、はい、だから半年平均があの120日線、そしてあの52週っていうと1年間ですから、はい、50週線があの1年平均と、うん、いうことになって、本来は
トレンドの転換っていうのはこの50日周線で使った方が騙しが少ないんですよ、はい、うん、ただドル円の場合はその50日線が今でも128円とかなもんですから、はい、まあ、それだけね急激に記録的なドル高が進んだので、あの50日周線をブレイクしたらトレンド転換というとですね、うん、あの130円を大きく割れてようやく151円でドル高終わってましたねっていうのをちょっと間が抜けた感じするじゃないですか。はいはいはい、うん、だから今回は少しあのもっと短いあの120円支店を使ってるんですけれども、ええ、あの本来はあのこの今ご覧いただいている52周線との関係を見て、でこっちの方はまだユーロドルも 1.06 ドルですからブレイクしてないわけですよ、はい、あのただあのその半分である120日線の方はあのさっきご覧いただいたみたいに明確にブレイクしてきているので、まあ、両方を合わせてトレンド転換を判断するんだったらユーロドルがこのまんまあのこれまでレジスタンスだったあの1ユーロ1ドルっていうところ120日線が今度はサポートになって、はい、そしてあの52周線 1.06 ドルを完全にこう抜けてくるようだったら、うん、一段とユーロ安ドル高トレンドの転換っていうのがね、あの転換の可能性というのは明確になるんだろうなという具合に思っています。でそのユーロとドルの力関係ということは、まあ、つまり、まあ、ドイツ金利とアメリカ金利10年債利回り差ということで見ていきますと、これはどのようなことを読み取れますか。そうですね、 今回はずっとテクニカル中心に説明したんですけれども、どんなファンダメンタルがあるのかなということ でまず今ご覧いただいてみると、その長期金利差って全然変わってないんですよね、はい、あのユーロがさっきお話したみたいに20年ぶりのパリティ割れになったユーロ安ドル高っていうのは長期金利差で全然説明できないでしょ、はい、なぜかっていうと、まあ、あのドイツとアメリカ の金利10年パリって、はい、水準違うんですけれども値動きはもうほとんど重なってきてて、はい、うん、これご覧いただくと、まあ、金利差が拡大しようがないじゃないですか。ないですね、一緒ですねほぼね、はい、ですから、じゃあ金利差が拡大しないのになぜ歴史的なユーロ安ドル高になったかっていうのを説明できるのはもう一つ別な金利差です、うん、はい、2年債ですか。はい、こっちの方はあの2年債利回りですけれども、ユーロ列位が大きく拡大して、まあ、細かい違いはありますけれども、一応歴史的なユーロ安ドル高は方向性は言ってます、はい、年債利回りですから金融政策を反映している金利ということで、要するに ECB と FRB の金融政策の差っていうのがあのこの間のユーロ安ドル高をもたらしたということになると思うんですけれども、うん、はい、そんなあの年債利回り差のユーロレティの拡大も8月ぐらいであの一巡して逆方向にこう増えてきているのがお分かりいただけると思います。そうですね、はい、まあ、振り返ると FRB が3月から利上げを始めて、で ECB はそこからあの少し遅れましたけど7月から利上げを始めると、この年債利回り差のユーロレティ拡大も一巡してということになっているので、うん、最近 の、ね、あのユーロ反発ドル反発にタイムラグはありますけれどもある程度一致しているので、あのそういうあの金融政策の差があの縮小しているということの中で、はい、あの歴史的なユーロ安ドル高トレンドが変わり始めて、うん、でそれがあの徐々にドル円にも波及してきて、うん、ドル高あのアメリカの金利上昇ドル高っていうのがですね、あの全体的に変わり始めてきているというふうに考えています。わかりました、吉田さん大変参考になりました、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。マネックス証券の吉田久志さんにお話を伺いました。